東京都世田谷区。この閑静な住宅街の奥に切実な悩みを抱えたお宅がありました。青木家、この家が抱える問題、それは。そんな家族の思いに応えるべく、この男が立ち上がりました。100m14秒、清水修斗。なんということでしょう、なんということでしょう、なんということでしょう。まあそうですね、まあ試合前から本当にチームメイトも意識が高くて、でまあ前半早い段階でその湯船の線が抜けたっていうのも、まあ非常にいい形でしたし、まあそういった意味でね、まあその隙をついて、壁も洗いましたし、まああのあとは審判のジャッジの。さーて来週の匠さんは、カツオ、母さん、父さん、マスオさん、父さんと駅で会ったんだって。あら、タエコさん、たーま、ワカメに、はい、プレゼント。マスオさん、父さんと駅で飲んで帰ってくるんだって。じゃんけんぽん、うふふふふ、うまっとっとん。